くっそ、いや、くっそ、ちょっと待って、ちょっと大丈夫、くっそ、やばい、めっちゃ臭いっす。これ何の匂い、なんかね、盲導犬が追跡できるようにとか。うわうわ、それあるかもな。これ盲導犬っていうなと思った警察犬ってちょっとひな下のこいつ、そう、いや、もうシャレならんわ、弁償もんだわ、妙って実感しました。申し訳ない、本当に本当のやつだ、これ今までこんなことないよ、俺ら一回も。タコチャージも3500円。でも多分これなんだろうな、みんな見たかったの。多分これです。なんならサムネイルも割れた瞬間の動画のやつ切り取ってやつがいいかもしれない。5000円ぐらいだろうな。なしね、普通に3000円ぐらいですよ。何これ、お前近くでこういう事件あったらお前んち来るぞ。本当だよ、警察犬ここ来るぞ。思いっきち来るぞ。くっすら、これそこも結構臭いよ。ここがやばいな、ちょっと、うわ。しまったので、まあね、早めから買い行こうとは言ってたんだけど、はいはいはい、ついに今日買って、で多分もう渡してるんですよね、うんうんうん、どうやって買ったかっていう、まあ、その経緯みたいなね、エピソードゼロをやりたいと思います。ゼロって歩きますか、いくらぐらい出す予定を。いやもう520だよね、224円とかな。4円じゃなきゃだな。今日も声はかけられない、そういうことですね。あの頃から変わらぬ、何もね、これもう安心して歩いてるもんね、変わらぬ低人気ぶり。そう、ね、やっぱ渋谷来るまでサブちゃん一緒にいたんすよ。そう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 、サブはね、今日ね、金券ショップで青春18切符買って安く家にね帰省しようとして、そう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 、遊びで、うん、その親が帰ってくるための新幹線代として送って、そう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 、それ使っちゃったなんて、バカだからサブは。お金をね、使っちゃったから、青春18切符だったら安く、うん、そうそうそう、本当にきつくて最近牛丼しか食べてないんですよ。かわいそうすぎて、いやだからこたつカバーなんて買えるわけないんで。いやそうだよ、買ってあげないとね。買って、ちょっととりあえず行きますよ。はい、よし、で帰ってきたんですけど、そうだね、予算内に収まるものがない、ない。あ、いや、デザインが良くなかった。いやいや、違うだろ。俺らが金ねえんだよ。サブちゃんってイメージじゃなかったから。いや違う違う、サブちゃんのイメージとかじゃなくて、安っぽいっていうイメージだから。サブが、サブのせいになってんだよ。ドンキも行ったけど、ドンキも高い、買えない。一回、帰ろ。そう、明日もサブちゃんだもんね。そう、もうここ3日間入り浸ってるけど、サブちゃんな、もうね、今日なんて言ったら寝てたじゃん、サブちゃん。サブだってパンツ一丁で寝てる。なんで自分を苦しめてんだよ。で、寒くないのさ、いや寒くはないっすよ。寒いだろ絶対。寒くないっすよ、布団1枚しかかけてねえしな。おかしいよね、部屋めっちゃ汚いしな。で、外出たら今日寒いっすね。そんな暖かくねえだろ、暖房つけてないのに。不思議だよな。でもカラーボールあれされて笑ってくれてんのがもうね、完璧だよ。それね、サブの強さね。めっちゃ笑ってたもんなと思ったら、いや俺ズヒヒヒヒ、いやー人を幸せにする人間だよね、あいつは。そう、ほんとそうですよ。結構何でもなんかね、近所みたいな。カーペットってさ、茶色だったでしょ。同じ色にしよう。かぶってんじゃん。
どっかの部屋に見えるの、部屋に見えるの、多分買いました、使えるんだ。